私も覚えていないのです。あちらです。ゆっくりで構いません。そばにいますから。もう少しです。大丈夫。血の泉が渇きを癒します。どこも皆乾いている。泉に実る血の涙が渇きを癒す。そう聞いていましたのに。こちらへ。やはりあなたは。さあどうぞこれを。新たな泉と労働力、どちらも確保だ。今日はついてるぜ。立て、楽しいお仕事の時間だ。立て、もうすぐ血類の実を探しに行くぞ。早く準備をしろ。お目覚めかい？おっと、静かにな。お連れさん、さっき眠ったところだ。で、お前さんたち、マスクはどうしたんだ？お前さん、そんなことも覚えてないのか？
知りたければ教えてやるが、まずは奥へ行って浄化マスクをつけな。お前も俺を殺すのか。心臓さえ潰れなきゃいいって憂さ晴らしをするのか。もうやめてくれ。体は死ななくてもとっくに心は死んでるんだよ。何回も何回も死んで正常でいられるわけがないだろう。記憶を、家族を俺から奪うな。もう何も持ってないんだよ。上の奴ら、何が野良だってんだ。安全な保護区暮らしだろうが。あいつらの血税のために俺たちは命を危険にさらして血類集めだ。俺は諦めねえ。いつかあいつらを奴隷にしてやる。くそ。なんだよ、見てるなよ。変わり映えしない景色よね。クイーン戦が終わって故郷に帰ろうとしたらこの霧だもの。近づけば狂っちまうほどの痛みに襲われる。おかげで誰もこの霧の向こうに行けない。どこにも帰れないのよ、この牢屋を出ても。上の連中、お前さんをご指名らしい。まあ、待たせるだけ待たせてやればいいさ。そんなことよりマスク似合ってるじゃないか。俺たちレブナントはそれなしじゃ簡単にロストに落ちちまう。くれぐれも気をつけな。ここも枯れたか。正気が濃くなっているな。くせ、次の聴衆まで時間がないってのに。準備完了しました。ああ、すぐ行く。ふん、枯れているのはこいつらも同じか。そうです、枯れてますから。こんな正気の中での探索は無茶です。今日は…これが何か分かるな。血類だろ。そう、この血類を今から探してきてもらう。この先の地下道でな。血税の徴収日まであと少しだが、今の俺たちに余分な血類なんてない。このままじゃ血も涙もねえシルバの犬どもに身ぐるみ全部剥がされちまう。まあ、そういうわけだ。なんで僕たちがそんなこと。文句があるなら、血税なんてクソみたいな制度を作ったシルバー様に直談判でもするんだな。まずはお前らだ。さっさと動け。
ダメだ、みんなを巻き込んでしまう。今は従うしかないよ。次。おっと、お前は俺たちと留守番だ。戻ったら返してやる。回収した血類と交換にな。最近はここらにもハンターが出るそうだ。全滅だけは勘弁してくれよ。さっさと行け。えいっ、おい、大丈夫か。ここから上に戻るのは無理か。帰りは別の道を探さないとな。あ、俺オリバー・コリンズって言うんだ。よろしくな。死体って言ったけど、これは死んでるんじゃなくて、ロストがもっと凶悪な化け物の姿になる前の休眠状態だって言うんだ。変化が始まるまで何年もかかるやつも言うんだ。放っておいて。しないでくれよ。どうだい、使えそう？落ちないでくれよ。そんなところに。
いや、大丈夫って説得力ないよね。このマスク旧式だからかな、ちょっと息苦しくって。君こそ大丈夫？あの女の子仲間なんだろ。血類を見つけて早く買いに行ってあげないとな。いや、落ち着いて再生してくれ。上に気をつけて。